もう2日目に出る占いあ今のプレイヤーは発言してくださいはいうーんとねー自分占い師ですランダム白は8番さん白でしたランダム白は8番さん白えー、っとねもし自分占い確定だった場合はフルオープンをさせてもらいたいです えっと、フルオープンは役職ありだけでいいです。えー、チャットで役職あり。もし3人出てきたら、あの、3人とも役を出す感じで、初日から陣外を釣っていきたいかなって思ってる。だから、とりあえず、えっ、ー、とね、釣りたいとこと釣りたくないとこをしっかり言って、はっきり。えっ、ー、と、濁して言うと結構怪しまれるから、しっかり釣りたいとこを言ってください。白位置もしっかり言ってほしい。以上です。 3番のプレイヤーは発言してくださいおはようございます村人陣営です2番さんが8番にランダム白ということを把握いたしました2番さんの進行論にとっては FO でグレーチ狭めるという件については非常に好印象でございました ただし、えー、裁判官はまだ一人しか出ていないので、もう一人、検事と,と、えー、刑事、えー、そして、えー、弁護士が出てくるというところをにんで、えー、僕は、えー、黒い、えー、容疑者を見つけていけたらと思います。その中で、えー、彼を、まあ、死刑囚に追い込んでやるように、黒い血を見つ,けれたと思い見つけれたらと思います。かみました。かみまみた。すいません。以上です。4番。 のプレイヤーは発言してください、さいはいおはようございます。えー、村人陣営でしったところで、2番さんが、えー、占い師用で8番さんに白出しを把握しました。で、うんとまあえー、2番さんは、えーまあ、2番さんしか、ねまあ、出てないんで、まあ、占い師はとりあえず信用しておきますと、えー。3番さんがそこまで絵本、うん、のことを触れた件について、そこまで印象良かったかなとうう思うんですけどうん、どっちの陣営でも言えるので、そこまで俺印象とかなかったですかね。別に誰でも言える。あの どちらの人間でも言えることなんで別に対して印象はないかなっていう感じです。で、3万3しか出てなくてちょっとそこが引っかかったので、うーん、けどまだそこでは怪しまないですね、正直言って。うん。まあ、そこは僕はこういう点で、うん、そこまで印象は良くなかったっていう風なイメージがあります。以上です。2周目からコースを伸ばしていきます。5番のプレイヤーは発言してください。 はい、おははようございいいまますす村人陣営です今日はこの村を救いにやってまいりました、はい、で2番さんから始まって2番さんえ占い CEO だったんですけど、えー、出てくるとき最初にね「えー、っと」って言ってなんかすぐ出れなかったんだよねそこがすごい引っかかった、まあ、2番さんしか今出てないんだけども、うん、もうすぐ結果を言わなくて「えー、っと」って感じで少し考えながら喋ってるような感じがあったから、うん、2番さん少し怪しめに見てるかな。うん まあまあ1人しかかか出てないから、うん、わかんないいらんんだけど、ねうん、でそこで3番が2に好印象って言ったのもなんかすごいすり寄りに見えた3番がね、うん、で、えー、3番怪しめまあそこにまあ怪しか見てないけどって言ったけどまあ3番引っかかったって言ってた4番、うん、この辺りはちょっと白目に見てるかな以上です6番のプレイヤーは発言してください はい、皆様、おはようございます。私、村陣営でした、うん。2番さん、占い師は把握いたしました、うん。これが人外陣営だったとしてもですね、やっぱり落ち着いた感触でどっしりと構えていらっしゃるのでね、さすがだなと思いました。うん まあ別にどっちでもいいですで。3番さんは色落ちがありません。えっ、ー、と2周目も考察ないようなら釣り位置にしたいなとも思っております。うん4番さんについては色落ちありませんねで、もう考察伸びなくてまあまあかなっていう感じです、うん。ここも3番さん同様って感じです。5番さんでちょっと気になったんですけど、2番さん叩いてるときに若干声震えてたんで、ここちょっと怪しいかなと思ってますね。うん、でも考察伸びていたんで、考察伸びてないから釣り位置にするっていうわけじゃなくて、ちょっと怪しんでいるっていう程度です。うん、なんで5が若干グレー りりの黒、うん、っってて感じかなと思っておりますはい2週目はもっと考察頑張っていきますので皆様よろしくお願いいたします。7番のプレイヤーは発言してください。はい、占いです。お、白でした。まあ、声震えてた, <laughs> えてたね <laughs>、うん。黒く見られるかやめてほしいなと思ったけど。<laughs> まあ、しょうがない。であの、申し訳ないんだけど、3番の。 半分ぐらいの発言の時までちょっと落ちてたんで、なんかログインが勝手に切れちゃって、で、ちょっと別端末で今やってるんですけど、あの、8番さんはちょっと2番さんの占い先、2番占いって聞こえたんで、占い先知ってれば教えてもらえると助かります。5白です。で、まあ、うーん。 まあ4番については何とも、6番は5を叩いた目、五を叩いたから、うん、ちょっと黒目あったかなっていうぐらい。8番のプレイヤーは発言してください。はい、おはようございます。特に信用ありません。村人陣営です。えっと、7番さん、えっと、2番さんが占いで占ったのは僕です。ランダム白僕で8番が白です。 で、7番さんが占い師の5番さん、白も把握しましたっていうところですかね。うん、僕は今もうすでに6番さんをちょっと白く見ています。まあ理由としてはちゃんと喋れてるかなっていうところ。うん、緊張とかせずに、なんかこう、楽しんでいこうっていう感じが見えたので、もうこの3、4、6の中では一番白く見ています。で、3番さんが、 まあ進行論だと思うんですけどね、うん、ちょっと髪まみたがあったので、そこがちょっと気になっているっていうところですけど、どっちかっていうと4の方が僕は黒く見ています。触っただけっていうところかな。うん、4番さんの方がなんかちょっと発言的には弱かった気がしたので、今のところ4、3の順です。以上。9番のプレイヤーは発言してください。さいはい、おはようございます。よろしくお願いします。村人陣営です。 はい、占いい々把握たたしましま、えー、自分目線グレーが346なんですけども、まあ、3番さんグレー一発目ということでうんまあそうだな,なんかちょっと冗談も交えつつ、まあ、余裕はあるから印象はよくあ印象はいいかなという感じですね。 4番さんは3番さんに触れつつというところですけど、まあ、発言が一番自分の中で残ってないというところですね、まあ、3番さんの後なんで、まあ、仕方ない部分はあるんですけどうん印象はいいか悪いかで言えばあんまり良くないで、まあ、6番さんが、まあ、結構5番さんの声、ね、色の震えとか、まあ、よく聞いてたのでうんどうなんだろう自分的に村だったら助かるなという感じではあります まあ自分印象だけでいけばまあ3、6、4の順なんですけどもっていうところですかね。だからえっと3、4番さん、えっと、2巡目しっかり聞いていきたいと思います。で、えっと、占いについてなんですけど、えっと、片代の5番さん、8番さん、えっと、どちらも、えっと、しっかりまあ発言は伸びていたので、んどうだろう、かこいは今のところ見えてないかなっていうところが自分の印象です。が、まあ、2番、7番で気になったのは、まあ、2番さんの出方ですね。えっと、5番さんが指摘してたのかな。 うんまあちょっとなんか探り探りだったところがあるんですけどまあでもその FO のえっと提案をしたところは自分的にはまあ信用素ではあるかなと思いますがまあその出方っていうところと合わせてまだフラットですね27についてははい2 0名また見ていきたいかなと思います以上です1番 のプレイヤーはは発言してください、はいえっ、ー、とグレーが、えー、3469で、うん、正直、まあ、6番さん9番さんは後半ってこともあってまあ発言は伸びてましたねで、えー、6番さんが5番殴りかでうーんまあそうだなまああの何だ 順番的にしょうがないとしても、まあ3番、4番さんになっちゃうのかなって感じですね。6級に関しては別に黒いとかはそこまでないって感じです。3番さんは弁護士、弁護士って言って,て、なんかよくわからなかった。えー、で、4番さんはその3番さんを殴ったけど、なんか怪しくは見てないっていう、なんかその、うーん、なんだろう、よくわからなかったですね。ちょっとこんなことしか言えないんですけど <laughs>、うん。 ただ9番さんに気になったのは2番さんのフルオープンがちょっとムラっぽいってたんですけどフルオープンは誰かが言ってたんですけどその次元でも言えるんで別にって感じですねとりあえずちょっともう一回2周目聞きたいですね34の的にあったらです 2>, 2番のプレイヤーは発言してください、はい、まず5番さんの質問に答えますねえっ、ー、とね自分基本2周目から潜伏します初日から出ることはあんまりないんだけど えっとね、叩かれちゃうんだよね。その辺がちょっとめちゃくちゃ嫌で。で、メンバーによるんだけど、メンバー多分一緒にした人誰もいないと思う、俺と。なんで信用落としそうなんで、もう最初から出ました。その辺で迷ったってことを5番さんには言いたい。で、7番さんが5を白打ったっていうのは、5番さんが2を怪しんだことから、5番さん初日に釣られたくないから白出した強人じゃないかなって俺は思ってる。 7番3目線5番3って味方だよね。そこに白打ってるから、俺はそういう理論でこう白打ったんだと、俺は思ってる。あとね、今日の釣り位置は134。うん、ここだと思う。えっ、ー、と、1番3が入ってる理由は、えっ、ー、と、9番さんの3の34に対して便乗で1番さんも3も34。ただ3、34に人狼がいる場合は1番3も白くなるから、 その辺は134のラインを見たいと十分思ってます、自分は。なんで3番さんと4番さんと1番さんで一番怪しいとこに俺は釣りをした方がいいんじゃないかなって俺は考察してる。あと7番さん出てくれてありがとう。えー、っとね、信用勝負で勝てないと思って潜伏する占い多いんだけど、7番さん出てきてくれてありがとう。明日は絶対 7番さんとの勝負に勝ちます以上です今日は134のどこかに入れます3番のプレイヤーは発言してください <laughs> 134に入れる前に一番さんまあしょうがないとしても34ってまだ発言言ってないところに2番さん入れてきたあたり ちょっと新芽が薄いかなと思ったんですが、えきちんと周りの、えー、5番さんの点についても回答しているあたりは、まあ、27についてはフラットに見たい。えー、7番さんが、えー、5番さんに白を打つ、まあ、普通にランダム白で出たっていう線も終えるというところもある。えー、4番さんについても まあ2周目考察、まあ、聞,き聞きたいかなってところで、えー、僕は基本的に今先ほどのふざけた回答で真面目に考察しないなら釣るって言った6番さんは結構村目に見ている、まあ、僕の発言からして釣り位置に、えー、入れてくるのは村、えー、りがないから釣りたくなるその点、えー、6番は村置きしてる、えー、9番さんについては、えー、僕のことを白く見てくれたから、えー、9番は白目に置いてる、えー、18については、えー、今のところ色が見えてない っ僕、ところかな,、まあ、僕なら18かなってところですかね。<laughs> えーと、ちょっと待ってね。で、5番についてなんだけど、えー、と、3番怪しめって言っても、俺3番怪しくするような行動をしてるから、その点から、えー、と <laughs>、僕をあ怪しめに行きたい、えー、7の5の囲いを追っているには真なのかなっていうところまで見えてくる。ただし、どうなんだろうな、この辺については。まあ、とりあえず俺は18をとりあえず今のところ怪しく見ようかな。 えー、6級については、えー、村目線に置いとくってところだね。うん。まあ、番さ番についても2周目聞きたいかなってところだね。以上です。4番のプレイヤーは発言してください発言した。えっと、さんまさん、まず8は形しろねってところで、えっ、ー、とね、俺一番黒かったのは9番なんだけど、なんで1、3なのかがかんない。9番だってさ、俺の印象がないって言ったのに、印象悪いってその後言ったんだよ。 印象ないのになんで印象悪いって分かったの印象ないってことは発言が薄かったってことだよね。発言薄かったのになんで印象の悪さ、弱さが分かるのって9番3には聞きたくなった。だから俺は9番1番サイクロで置いている。んで、13も一もなんか俺のなんかあの、うん、そこで、えー、黒くは、えー、見ないって言った発言さ、そんなおかしかったですか、うん、だってあの、そんな一番最初は分かんないじゃないですかそれ。あの印象っていうのは人,人の見方なんでそんなの分かんないじゃないですかってところ。うん で、3番さんは片白でちょっと、うん、ここも怪しいんだけど、うん、まあ、把握もれかな。うん、正直、ここ怪しむかどうか悩んでるけど、俺は9をサイクロで置いている。なぜなら僕を無理やり、えっと、黒く塗りしてきたから、黒塗りしてきたから、うん、以上です。5番のプレイヤーは発言してください。えー、そうだね。自分も3番サイクロになったかな。うん。まあ、一番怪しむのはわかるけど、片白の8も、えー、釣り位置に上げてたよね、3は。うん。 3はもう人外で見ている。で、えー、そうだなうん、まあ、2番さん、まあ、最初の出方云々に関してはまあ話聞いて納得しました。で自分7がね、まあ、6が僕は叩いてたじゃん。でそれで7は僕囲いに来たんじゃないかなってうん思ってるんだけどどうかな。えー、で6が5を叩いててその6が5を叩いてるからって理由で7は6怪しんでたんだよね。うーん 自分的に6番さん一番白く感じている理由としてはえー、っと最初にね、えー、黒1しっかり上げたのが6番さんなんだよねうんなので自分は6は白いと思っているので、えー、そこに叩いてた7番さんうんどうなのかなってところではあるが、うん、まあ今日はグレー釣りなので、えー、3番に俺は行きたい、うん、9一に関しては、うん、正直まだ 色が落ちてなないかな、うんまあ、4番さんは3叩いてたから、えー、46は白いと思っている。で色落ちしないのが19あたりかな。うん、1球に関してはちょっと2周目次第で怪しいかどうか決めていきたいっていうところ。今日は自分は3いく。うん これ5番さん、が人狼だったきついな発言してくださいいまず占いにちょっと軽く触れてておきます7番さん白出しっていうのは、えっと、2番さんの考えておっしゃってくださったストーリー、うんうん、これにぴったり当てはまってしまうんですよねただだからって2が進化て言われたら1点だけ気になるところがあったんでこれはあの明日言います、うんうん、正直な話にも若干怪しく見てますまだフラットに見える場面ですがね、うん まあ、どっこいかなと思っておりますが、うん。んで、私釣りたいのは3番さん。うん。えっと、私、叩いてきた私を、えー、村目で見るって言っておいた後に、えっと、6は自分を白く見てきたから白ってって言ってましたよね。<laughs> うん、どっちなんだろうっていう、うん、ところかな。うん。あやふや、刃、うん、こもれもあったしっていうところですが、では、9一は一体誰釣りたいのっていうところで釣り位置も上げてほしいかなと思います。それによっては9一に入れることもあるかもしれませんとだけ言っておきましょう。うん、5は正直ちょっと、 いたたただきましたがまし、あ、が、若干白くなったかなな。っっかかて感じかな以上です。7番のプレイヤーは発言してください。いや、たく馬さんの言うことって基本的に後付けなんだよねこ。こうこうだからこうしたんじゃないのっていう風な話しかしないから、それを真に受けられても困る。で、あの、強人、強人市での読まれてるんだけど、人 8番のプレイヤーは発言してください。あらまあ7番さん途中から強靭1っていうところから聞こえなくなっちゃった。うーんまあ、いっか、どんまいやな。ええー、そうですね、えっと僕も今、サイクロは3番さんになってます。で、えっと3番さん4番さんのラインってマジであんのかなっていうふうにちょっと考えています。 ただ、1番さんも発言伸びてない。でも、今日のツイッチは3番さん。3番さんを怪しんでいる理由としては、片城の僕を含めてきたところっていうところがすごい気になっているから、今日は3番さん。4番さんを怪しく見ている理由としては、その3番さんの把握漏れをちょっと擁護する。あんまり触れないで9、1に向けてきたところっていうのがすごい気になっているから、僕は3、4のラインっていうのがあるかなと考えています。1番さんはもうちょっと発言頑張ってほしいな。 白だったらねっていうところ6番さんはやっぱり白く感じる9番さんも僕は白く感じているっていうところ占いについてはまあ現状をフラットですまあ拓真さんがねその潜伏占いしたいとかっていうところも理解ができるしっていうところがあるのでまだあのうん C に決め打つところではないかなっていうところ7番さんがえっ、ー、と拓真さんにしか触れられなかったところはちょっと痛いから明日頑張ってほしいなっていうところですかね うん、そういう感じかな。あと何かあったかな。3番さんの箱漏れで6番さんは叩いてきたから白っぽく見えるっていう発言。そこから、えっと、9番さんは、えっと、僕を白目で見たから白く感じている。じゃああなたの黒1、3番さんどこですかっていうのがすごい気になったっていうところがやっぱり合わせて僕は3番さんに行きたいと思っています。っていう感じかな。じゃあ9番さんに回します。 3。かなはい。えっ、ー、と、現状、自分のサイクロは3番さんです。えっていうのも、3番さん、えー、と2番音の締めが上がったみたいなことを言ったけど、結局、8を入れてるんだよね。これ、まあ、把握漏れだとしても黒い。なので、やっぱりその、把握漏れは痛いかなっていうところで3に入れたいよ、ね。8を入れちゃうんだっていうそこ。で、まあ、あと、やっぱり4番さんも時点でめちゃめちゃ黒いよね。 うん、俺について言ってたけどあの、印象ないから印象悪い、そこどうなんて言ったけど、うん、発言がないから印象悪いんだよ。発言がない発言に、えー、と内容がないっていうところが印象が悪い。わかるかな、うん、?1 日目なんて発言してなんぼなところがあるか、らねそこで印象がないっていうのはもう黒い。 要素でしかないよ黒い要素の一番だと思う、初日に関して。<ー>うん。んだし、おさんはやっぱりそこで、サ番マーさんの指摘もそこそこに、まあ、俺が4番,殴4番黒く見てたっていうのもあるんだけど、そこに対するなんか反論でしかなかったんだよね。っていうところでどうなんだろう。あと、あと、サマーさんね、えっ、ー、と6、6級、自分たち、えっ、ー、と、白く見たから白いって言ったんだけど、まあ、た村目線だったら、まあ、自分が、まあ、最初、釣りでね、餌と負けとして、 黒い発言したらそこを白く見てきたところは多分村目線だったら黒になると思うんだよ。そこに寄ってきてるからね。でもそこを白く見てる6級が白いっていうのがまあどうなんだろう順違うのかなって自分は思った。うん、いう点で3、4かなで。あと6番さん2番さんの黒いところもあったけど、明日言う。うーんそこ明日行言って、なんで今日に持ち越したのってなったら自分の中で6番さんもちょっと怪しくなってくるかなってところだけど、今日の時点では白い。今日は3番。 1番のプレイヤーは発言してください。さいはい、えー、自分は今日4番に入れたいと思います。えー、理由としては、まあ、結構3番さんがあの黒いみたいな流れになってるんですけど、僕的には4行きたくて、4番さんが、えー、と9を殴ってるんですよね。で、えー、と4番さんがその無理なら、その。 よく分からずなんか、無理やり黒塗りしてきたからっ,つって言ってるんですけど、4番さんってそ,のそれ以外がほぼ弁明だったんですよね。まあ、自分が釣られる位置になってるからっていうのもあるんですけど、そこがちょっと黒かったのと、時点で黒いのは、うん、3級かな、4、3九だけど、えー、っと、まあ、えー、3番さんまあ、その6級が白いって言った理由もよく分からんなかったけどで、9番さんは、えー、っと、あな何だったっけやなあ、3がハークモレだった。 その8番さん、形をっていうのハーコンをしたら黒いってったんですよね。まあ、ただ、あのこの3番振りながらで、一番その3が黒いという理由がちょっと薄かった気がするんですけど、まあ、実は4期のミュージ切りもあるかなと考えて、ただ四行く。投票を始めてください。はあありえんこれじゃないべ <laughs> そう、他に役いないん ?3、4、めちゃくちゃ黒いや。1番のプレイヤーはい、えー、っと、3、4が役割。で、えー、っと、1、4番が3で、8、9、8?9、8の、まあ、8番さんは形色だから、まあ、まあ抜きとして、9番さんって、 あのー、3番さんの役割 c o 聞いてなかったんですかね。その前にやったのかなわかんないけど。まあ、ただ役割が、まあ、3人目出てこないってことは3、4は、まあ、白どいていいんじゃないかなと思います。なんで、まあ、時点で黒い9かなって感じですかね。えー、あ、19が土票なのか。そうだなー。9番さんの黒いところ。んーまあ、3番さん黒いっていう流れの中で、えー、まあっっとちょ、えー、9相人出てるぞ 的な感じだったその3番さんが黒いっていう理由も薄かったしね。で、えーまあ、3、4にヘイトが向けられた中で、うん、3番さんにしか行かないっていう。うん、9番のプレイヤーは発言して,発言してください、うん。いや、俺も迷ったよ。迷ったけど、あんなギリギリで役割使用されてもさ、まあ、3人目出てくるかもしれんやん、まあで。ここで聞きたいのが、今いないんですか 568、まあ、一番ないんでしょ ?568、焼くなかったらもう、それはもう、俺が3人入れたら間違いですけど、あんなギリギリ言われたらね、どうしようもないですよ。うんまあ、もう3、4、焼くか、うん、いやどうなんですか、この占い。2人出てきてる状況での、ほぼフルオープン。めちゃくちゃ村振りだと思いますけどね。うーん。まあ、一番さんね、まあ、わー、待って、やば。追加できない。一番、 あの俺が三を黒く見てる理由が薄いって言ったけど一が俺を黒く見てる理由も十分薄いと思う。いやーこれ役にれ、うん、しっかりして上げれてないでしょ。何考えてるんだろう。うん、だって一が村かどかも知らんけどもう俺は違うから一に入れてほしい以上。投票を始めてください。<laughs> ありえん俺じゃないべ。 いや役割2人しかいない時点で投票するってもう絶対人が割れるよこれ、まあ、9番さん発言が白かったからね 56?1 番のプレイヤーは,は発言してくださいはいえっ、ー、と、うんまあそうだな人道って難しいなっていううんことですねでまあうん、そうだな9番さんに、まあ、言いたいのは9がその 僕に「ん、9? んその「1」が「9」に「黒い」って言ってるのも薄いって言ってるけど僕はその「薄くてその同調1」だから「黒い」って言ってるんですよね。であと黒も上げてないんですけど4番さんの黒類も言ったしねまあただうんそうだなその「村3四ほぼフルオープンで「村振り」って言ったのがちょっと白かったのでこの「1級同票っていうのはうんちょっとあまりよろしくなかった状態だったのかなと思いましたまあ以上です 夜が来ました目を閉じてくださいますがようなぁ占い師は見る相手を選んでくださいこれこれ俺を選ぶ後進廊下こう人狼かなこれ 朝が来ました昨夜死んだのは4番5番のプレイヤーは発言してください6黒5黒うんじゃあ2もう22世だねうん <laughs> えっと2がまあ自分は強人で見ている、えー、で6うん、まあ、6は黒あれもう7が真であるから、うん、でそうだな2番は強靭で見てるかな現段階ではうんなんで自分はもう、うんまあ、2六どちらでもいいんだけども,、うん、もう2六陣外確定なので分目線はね。 えまあどちらかから行きたいですというところで、えー、そうだな、まあ、6の相方位置うん、まあ、2が黒で、えー、強人が潜伏している線もあるのかあけと、えー、そうだよね最初の位置で狼がうん出るとは考えづらいからうんやっぱ2は強人で、えー、現段階では見ていくうんでそうだな 6黒でしょ、うん、9番もちょっと怪しかったんだよね。うんまた、まあ、1で釣れてない場合、えー、98、まあ、もあるけど現段階では6の相方9で見てる、うん、8番の乗っかり乗っかりだったんだよね9番は、うん、3434つって、うん、で、えーまあ、1番は、まあ、そこで3行かずに4行こうとしたんだよね。それ自分的には白いなと思って。 えー、ずっと9。入れてた。俺はうん。馬、まあ、黒確定してる。6番から行きたいうん。6番のプレイヤーは？ はい、えー、と5番さんの声の震え声、えーと、ご理解いただけたでしょうか、6、9ラインの根拠を言ってほしい、昨日はあなたと一緒に私、9番さんをつったあのつ、ね、投票したはずですよっていうところ、うん、私目線、7、今日もしくは人狼確定、人外確定ですね、で2が新、7、わかりました、で昨日にみんな気になっているであろう、2の新がどうが怪しかったのって、信用勝負のなんちゃらで潜伏占い多い中、よく出てきたって言ったんですよね、あなた目線、じゃあ2、あの潜伏占い、7、潜伏占いって言っちゃってますけど、あなた、 何なんですかって言おうと思ったんですけど、些細な問題だったんで、まあ言わんでもいいかなと思いましたとだけの話です。うん。だから、白しか出なかった場合、これでつ,つこうかなと思ったけど、黒出てて、で、私目線に真確定なんで、別にこんなこと言う必要もなかったんだけどねっていうところです。うん。今日57どっちか釣りたいと、うん、うん、どっちか絶対釣りたい。うん。投票合わせるけれどもさ、2>, 2番さんに任せるよ、それは。なんでそこし、うん、出て,てなるかでもいい外7でもいいしって感じです。以上。7番。 のプ発言して欲しくない。ここいやーやばいね。55のね。声の震えて、あのー、普通に今まで3回発言したけど、全部声震えてるからね。そこ指摘されてもって感じなんだよ。俺からしたらでもう考察もどう考えても6の方が伸びてるし、たくまさん。あれでしょ。俺俺より考察伸ばせるから、あのー、もう負ける気しないから、相手の形のに黒出しちゃえって感じでしょ？あなた狂人でしょ。 人狼一だったら5に黒出ししないもんね。っていうことで、まあ多分8は白なんじゃないかなっていうのが、うん、浮上って感じ。まあ6の相方っていうのが分かんないから、1で釣れてるんだったらいいんだけど、あ5の声の震えを指摘してるんだけど、2回目の発言も震えてるから、全部震えてるからね。勘弁してほしい。6釣りだから。 五、5片白にく。八番のプレイヤーは発言してください。はい、卓馬さんがご苦労七番さんが六黒発しました。えー、っと、そうですね。五六とどっちが黒いかって言ったら、五番さんの方が黒く感じるっていうとこだけ言うとこうかな。 うん、7番さんと2番さんの偽要素で言うと7番さんの方が偽っぽく聞こえているまあ理由としてはえっと声の震えじゃあずっと震えてくからねっていうとこしか精査をしていないところが刺激になってるかなじゃあもうちょっと相方位置どこなのっていうところとかを言ってほしかったっていうところが7番さんの偽要素がちょっと高く感じるかな僕としてはうん で4番さんが噛まれたけど、じゃあ4番さんがカリウドだったってこと ?3 番さんがハンターっていうことでいいのかななんかみんなそこを触れてないから必然的にそうでいいのかなっていう感じ。そこだけちょっと教えてほしいな。うん。なんで、5と6で行くんであれば俺は5に行きたいけど、先に僕は占いを潰したいから7から行きたい。 僕ここは7からいきたい。<laughs> もうそこは絶対やめてくれ、しはけのやつだと思ってるから、だからいが5かなっていうふうに思い今日5か6しかないんだから。うん、3番3は半端なのかなっていうところだけ気になっている。それぐらいかな。いや、しつけだけはちょっとやめてほしい。そ、うん、んな感じで。じゃあ、9番んに回します。9番のプレイヤーは発言してください。 うーんそうだな。まあ現状、5、6、どっちが黒いかって言われたら、まあ5だよねっていうところ。だって5番さん、まあ6、黒で相方一ってやった時、俺を上げたでしょ。うん、5番さん目線、2があの2セット分かってたら、まず1周目に囲,囲ってる8番、そこを疑うんじゃないのうーん、やどうなんだろう。なんで先に俺をこう、6、9で見てるのかが分からん。 うん、そこの点で5の方がちょっと黒に見えてるけどうんだしまあ、7番の発言がね占い師としてめちゃくちゃ弱いあまああとだから2番聞いて決めるけど今のところ俺5に行きたいかなだから2を死んで決めたい気持ちではいるけどまあとりあえず2聞きますはい 2>, 2番のプレイヤーは 発言してください、はい、まず占い理由は2つあって1つ目、えーとね、まずかなり発言量があった、えー、かなり発言が、えー、と強くて、あのー、村が混乱招きそうな感じがあったから絶対色は見ときたかったんだよねそれが1点で俺9と1精査したら9の方が白かったんだよねで9に入れてる中に人狼がいるで5番さんが入ってた。 その2点で5番さんを占ったら黒でした。えっ、ー、とね、9と1、えっ、ー、とね、3、4が役職だったら9と1どっちかになるんだけど、俺はやっぱり1番さんの方が黒くて、理由は9番さんが3、4釣り押ししたよね。そこで1番さんも3、4釣り押しした。これは便乗だと思ってたから、えっ、ー、とね、1番さんと3番さんと4番さん切れてると見て、1、3、4初日釣り押しを提案しました。 そうなると1番さんがサイクロになったから俺は1番に投票した。で、俺9番さんやっぱ白いと思ってるからそこに投票してるのに人狼がいると思って5番さんを狙って5番さん黒だから5番さんが投票してる9番さんは俺白だと思ってる。で、5番さんのさっきの偽用途はえと6級人狼だと思うって言ったけど6番さんちゃんと9番さんに入れてますからね。 えっと、初日役職二人も出てたから、仲間が釣られそうな状況で、目打ち切りはしないと普通思ってほしい。なんで、今日は5番さんに投票してください。で、7番さん、強人人、人狼もあり得る可能性はある。えっ、ー、と、初日囲えてるから。とただ、強人一がいないんでまだわかんないけど、とりあえず5番さん釣ってください。多分、狩人う噛まれてるんで、俺は噛まれると思う。 今日五番さん釣りでお願いします。三番のプレイヤーは発言してください。そうですね。まあ、今日は五番さんに行きましょう。まあ、初日のね、えー、僕をまあ、黒く見ていた人たち。その中に怪しい奴がいた。その中で一番怪しかったのは一。で、五番は、えー、三番が、えー、怪しめと言っていて。二、え、六、ー、で、今発言聞いたら。 69のどっちらかに6に黒打って、えー、1はいないのか、19も考えてなかったという点でこの黒要素が上がってくる。で考えるのであれば、2の8の格好はない。ここまで見えてきますね。で、ハンターさんは、ハンターは僕じゃありませんということだけ言います。今日は5いきます。以上です。え投票を始めてください。はありえんオラじゃないべいや !4 何八歩線があったってこと 5番のプレイヤーが選ばれました5番のプレイヤーは発言してくださいうんもう2目線も3と4で役職で揃ってるからもうほんと黒って打ちやすいんだよねでまあ声の震えがどうのこうのでうん言われてますけどもうずっと僕こんな感じだからねルール説明の時からこうだったでしょうーん。 でもう6は人外確定で、うんえー、そうだな。けどもうやっぱり、うん、そうなのかな。まあ六が9に入れてるってことで、言うはない。うん。ああけどワンチャン二が、そうで、いや、出ないよな、まあ最初で。うーん。二は強人六黒。うん。 まあ、ちょっとハンターが9一で見ないのはおかしいって言ってたけど俺目線もう6黒で確定してるからうん相方どこかだけだったんだよねうんけども六6絶対人狼だからもういってほしい夜が来ました目を閉じてください 占い師は目を開けてください。占い師は見る相手を選んでください。やっぱ七号か。<laughs> 俺かめないやろ多分七人狼だったら。 かこれいやあ89に今日がいそうな気するな役職に投票してるからはあこれ朝が来ました 昨夜死んだのは3番6番のプレイヤーは発言してください,ださいえっていうかん3番何だったのお前っていうところうん んカリウだったのよう分からん。えっと、4ってこと、うん、うん、役職なかったんだよね。ってことは、まあ、あの、5の相方としては7で、えっと、1が京都かだったんじゃないのかなっていうのはワンチャンあると思っています。うん。 うーん、正直な話、イチゴも普通にあったっていうところで、私終わるのかなと期待したんですけども、うん、と私は今日、七釣りしか飲めません。うんまあ、他の人が何て言うか安定信号を取るとか何とか言うのかもしれませんが、うん、私は七釣りしか飲めません。 7は別に破綻してたってわけではないんだよな、うん。でも6級ラインのとこでもっと突っ込んでもよかったんじゃない ?5 番さんに対してっていうことは言っていきたい、うん。別に俺声の震えだけで5番さんを黒塗りしたわけじゃないとだけ言っておこう。以上。7番のプレイヤーは発言してください。いやもうぶっちゃけ6級とかもう適当なこと言ってるでしょ、五は。でも,もう俺はそこに関して突っ込んでもしょうがないと思ったから。うん、で、PP ないんだったら、 8も白でしょう。うん。ってことは、6つったら終わると思うよ、これ。終わるんじゃないの、ね、?7 釣りを押してるでしょう。で、いや、昨日ね、8番が、なんか、折り釣りを押したの、普通に黒いと思ったんだけどね、そこが謎だった。もうしょうがない。うん。 そこはもう白なんだったら PP じゃないんだったら6釣り確実に釣ってくださいで終わると思うんで7釣りはありえないです真です 8, <番>8強かなこれ発言してください7番3目線は6番3黒で終わりってことでたくまさん目線で言うと誰だ 9か僕か僕が勝った白だな。じゃあ9で終わりっていう感じか。うーん、そうだな。6と9は両方とも僕は白く感じてるんだよな。うん。あ、ちなみに今更あれなんですけど、僕ハンター使用しますね。僕、ハンター使用します。さっきのなんでこう3番さんがハンターなのかなって言ったのは、<laughs> うん、僕がそう、<laughs> ハンターだからね。 っていうところあーまあかよ。だから3、4で役職ありなんで、どっちかで多分一人路を連れてるんですよ。それがどっちなのか、ちょっと今、謎だけどね。うーん。っていう感じ。だから、占い師にいるのかなと思いながらもう、うん、現状はね、なんとも言えない。で、7番ね、7番さんと2番さんの占い精査をすると、やっぱ7番さんの方が、うん、 偽っぽくやっぱり思っちゃうんだよね、僕としては。だから昨日も7番セクションがっていう現状。6番さんがパンダだからね、そこがどう判断していいかっていうのがちょっとね、わからぬこれ4強だわ。わ、うん、からぬディアンス。だから、僕目線は1人路連れてるから、ここ1強人どっちか。えー、?6 番セ行くの？ン ?7 番席クショはわからぬから聞きます。 9番のプレイヤーは発言してください。さいうん ?8 番さんハンターでも34はどっちも噛まれてるよね。だから人狼はないよね。ってことは、まあ、8番さん目線27どっちかはその狼で出てきてるっていうことだよね。ああ。うーん。ふーん 俺やっぱ昨日5を釣った時点で、もう5に入れた時点で2を死んでロックしちゃってる部分あるんだけども、バランス釣りしてる余裕あるのか、これ。3、4で今日が釣れてたとしてもどうなんだろうっていうところなんだけど。うーん、いやだそうだね。まあ6か7ってことだよね。入れるとしたら。うん。か2目線はもう結局お礼で終わりってこともうお礼に入れて終わりってこと うん、分からん分からんけど、えー、2> 2番のプレイヤーは発言してくださいえーっとね、もう俺は内訳分かった。えー、っと、4番さんが俺アーマーには見えない。えー、っとね、4番さんは多分強人理由はサイクロって多分みんな3番で見てたよね、初日。初日みんな3番サイクロで見てたのは多分みんな同じなんだけど、4番さんって。 3黒で見なかったんだよね。その理由は狂人だからだと思ってる。で、俺初日は9番さん一番白く見てたから、4番さんも9番さん一番白く見て多分4番さん9を釣りをしたんじゃないかなって思ってる。だから、3番さん狩りの4番さん狂人、で8番さんハンターでしょ。ってなると、やっぱり初日に囲ったっていうのが普通だと思う。狂人がいきなり、 えっとね、5番さんって最初の4番目の発言でそんなに怪しくなかったよね、発言的に。だから自分も狂人にしては白いところに白出すなぁとは思ってたんだよね。だから57人狼だったってこと。で、5番さん人狼で初日に9番さん入れてることから、9番さん俺白いと思ったから、ワンチャン7番さん狂人の誤爆もある。えっ、ー、と、6番さん角黒になる可能性もあって6番さんになったけど、白でした。 なんで俺は7号人狼4強陣で追ってます。なんで7釣ったら終わるとも。まあ最悪明日あれば9釣りで終わるんだけど俺は9番さん。やっぱり初日の,あの3四釣りよしは俺白く感じたな。なんで7釣りで俺は勝てると思います。以上です。投票を始めてください。あ,ありえんオラじゃないべ 7番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了ーが強人や3アーマーな <laughs> うーわ9ー最後で見てたら <laughs> びっくりしたこれまた出たねアーマーが いやあ、村語り出たねー。あんまあ。あーまあ、第2弾だな、これ。最後までご視聴ありがとうございました。ライブ配信中の面白い場面や攻略動画をどんどん上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。